はい、皆さんこんにちは。まあ、1月もね、下旬に入って、まあ、冬ももう後半といいますかね、まあ、今ぐらいが一番寒い時期なんでしょうけど、まあ、結構今年は暖冬な部類ですかね。うん、まあ、このぐらいで済めばね、うん、まあ、去年も、まあ、関西方面は暖冬でしたけどね、まあ、関東はどうなのかな。まあ、あの関西の方はもう暖冬でしたし、まあ、今年も、まあ、結構暖かい方なんで、ね、あの私寒いの苦手なんで、あの、まあ、暖冬はねありがたいんですかね。うん、まあ、そんなこんなでね、まあ、今回はねちょっと、まあ、雑談っぽくね吉田仕事を語っていこうかと思いますが、この前は、脳だとか意識だとか、まあ、そういう話だったんですが、まあ、最後に、ね、ちょっと仏教の方面について、まあ、ちょっとね、まあ、言及して、まあ、その途中といいますか、まあ、それについてはまたの機会にということだったので、まあ、その続きといいますかね、まあ、仏教の、まあ、意識についての考え方について、まあ、語っていこうかなと思いますがね。で、仏教はね、意識はそもそも、意識というかね、自分という存在ですね。こういうものは、まあ、実在しないと。うん。ただ、実在しないけど、じゃ全くの無かというと、まあ、無だと言ってしまうとまた違うと。まあ、うと読むのかな、仏教だと。まあ、言う、あるわけでもないわけでもない。まあ、言うでも無でもない。うでも無でもない。という、まあ、空ですね。まあ、そういう、まあ、状態といいますかね、状況にあるという考え方なんですね。うん、で、まあ、これはそもそも、まあ、それもそうなんですけど、そもそもなんでそんな妙なことを考え出すかというと、まあ、人生の苦しみのなんかの、まあ、解決のためにということなんでしょうね。そもそも仏教というのは人生は苦であると。で、まあ、それはなんとか解決が求められることなんですがね。で、その苦というのも、しかしその適切な道、まあ、正しい道といいますかね、まあ、適切な道を歩むことで、その苦から私たちは救われると、つまりこれでいいという状態になっていけるということなんですね。まあ、これが悟りだとか、あるいは解脱なんですかね、そのように言われていることなんでしょうけども。まあ、そういうふうな、ことがその仏教の、まあ、一つの骨組みなわけですね。うん。で、たぶん、ゴータマブッダの場合は、これ、まあ、すべてがね、実在しないというわけでもなくて、ゴータマブッダの場合は、まあ、自分だとか、まあ、物なんかは、まあ、空であると。まあ、実在しない。まあ、有でも無でもない、まあ、空ですね、空なのだけれども、元になる、そのものの元になるその元素ですね、元素、まあ、原子、まあ、元素ですね、まあ、原子もまあそうなんですけど、まあ、原子という形かどうかはともかく、まあ、元になるもの、元素ですね、で元素は実在すると、まあ、考えたようですね、はい。で、そこのところは、でも、まあ、後の時代になってくると、いや、そこも、いや、そこが中途半端だっていうんで、もっとそこを徹底させる考え方も出てきて、まあ、例えば、ナーガールジュナという人が、この人も中論とかいう、あるいは中眼派という、まあ、派といいますかね、考え方なんですが、まあ、元素なども、まあ、そういったものも含めて、すべては空である。まあ、実在ではなくて、まあ、有でも無でもない。という、まあ、すべては空であるという考え方、方を唱えましたね。はい。まあ、それが、まあ、まあ、徹底するとそうなってくるのかなということなんですよね。ただ、そうなってくると、ちょっとね、疑問も出てくるわけですね。うん、じゃあ、そもそも、じゃあ、苦しみ、苦というのも実在ではないんじゃないかと。まあ、その、理屈からするとそうなりますよね。うん。それとも、まあ、自分というのは実在しないけれども、苦という問題状況自体は実在するということなのかという、まあ、そういう考え方も、まあ、あり得ると思うんですが、ね、どちらにしてもその、
苦ということから仏教が始まっている以上、苦がね、実在しないんだったらどういうことかなっていう話になってくるわけですね。うん、だからまあ自分は苦、実在ではないけども、苦しみ、苦というね、問題状況自体は、まあ、ある意味実在するということなのかということも考えられるんですけども、まあ、そうは言ってもね、その問題状況自体はこう自分にとってものもので、その自分が実在でないとなったら、やっぱその苦も実在ではないみたいなことになりそうですよね。うん、そうするとそもそもの、苦を解決するというそもそもの問題自体が、まあ、雲散無償といいますかね、まあ、蒸発するというか、そうなってくると仏教そのものが、なんか成立しなくなるんじゃないかという疑問も出てくるわけですね。うん、で、まあ、それについても今いろんなことが言われてるんですけども、まあ、例えば宮崎哲也という、まあ、この有名な評論家の方ですけど、彼らは、まあ、仏教者でもあるわけですね。で、彼の考えによると悟る、まあ、すなわち救われるのは、まあ、個人というより個人ではなくて世界なんだと、うん、世界、個人というのはもう実在ではないんだけど、この世界というのが実在して、もこの世界が救われるんだと宮崎氏はそう考えるんですね。だから世界は実在すると考える、でその世界が救われるんだと。うん、ただまあでもね、まあ、これもナガルジュナに言わせれば、いやいや世界だって実在しないって言いそうですよね。うん、だからまあそれは別に世界も実在ではなくて空であると、まあ、考えても、まあ、いいのかと思いますけれども、まあ世界がまあ空であるという、実在ではないけども苦であるという、まあ問題状態がある、まあ、これも実在、必ずしも実在ではなくて、まあ、苦なのでしょうけども、まあ問題、そういう問題のある、まあ、苦という、まあ、状態にはあると、うん、まあこれは必ずしも、まあ、実在ではないとしてもです、そういう状態にはあると、まあそう考えて、しかしその正しい道、あるいは適切な道を歩んでいく、進んでいくことで、まあ、これでいいという状態になっていけるというふうに考えてもいいわけですね。適切な道を歩んでいくことで、進んでいくことでこれでいいという状態になる、そういうこれでいいという状態になっていけるというのが、まあ、仏教の、まあ、考え方なのではないかとも解釈できるわけですね。まあ、一応こういうふうに考えると、一応理屈の上では通るわけですよね。うん、だからまあ世界が実在かどうかはともかく、まあ、宮崎哲也氏は、まあ、そういう考え方で、まあ、それは理屈が通るということですよね。うん、まあ、いずれにしてもその、まあ、そうですね、仏教の本質というのは、まあ、必ずしも空とか、ね、無我とかいう概念というよりも、やっぱこのことですね、適切な道を歩んでいくことにより、これでいいという状態になっていけるということですね。これが救いであり、あるいは悟りないしは解脱ということなんですね。うん、なんでしょうね、おそらく。うん、だから大切なのはその個人の苦という、まあ、例えば個人にしよう、世界にしよう、そうなんですけども、まあ個人は個人の苦という状況があって、そこから救いへの道を追求する、あるいは世界だったらその世界の状態としての苦という、まあ、そういう状態があって、そこから適切な道を歩んでいくことで世界が救われると、まあ、これでいいという状態になれると、うん、このことがやっぱり仏教の骨組みなんだと思いますよね。だから空とか無我とか、まあ、そういう概念ももちろん大事なんですけども、それ以前にこのことを救いですよね、救い、適切な道を歩んでいくことで救われていくということが基本となる骨組みなんだと思います。でその上でその適切な道を歩んでいくために、じゃあそのためにどうすればいいかというと、まあ、空だとか無我とかいう、まあ、その悟りを追求すると、
いうことなんですね。まあ、なんだと思います。うん、まあ、そうですね。まあ、どちらにしても、その、ナーガルジュナの中論というのはね、あの、まあ、すべては空であるという立場ですね。あ、これは仏教の理論的な、まあ、純粋化として、まあ、これは現れるべくして現れたんじゃないかと思います。だから、ナーガルジュナがそれ唱えなくても、また別の人が同じようなことを、まあ、きっと言ったと思うんですね。うん。しかし、じゃあ、ゴータマブッダは、おそらくそんなね、難しいことはね、おそらく言ってないと思うんですよ。おそらく、また考えてもいなかったんじゃないかと思います。だね。だから、自分がもし、実在でないとしたら、じゃあ、仏教そのものが、ね、まあ、運算無償してしまうんじゃないかとかいうことについても、そこまでね、その理屈で詰めて考えていなかったんじゃないかという気がするんですよね。うん。ただ、そんな理屈ではなくて、実際に苦しみ、苦というものがもう実際あって、そこからの救いという、まずどうやったら救われるのかという、そういう問題意識がまずあったんだと思うんです。で、そのための道だとか方法だとかを考えたと。うん。だから、そこで出てくる空だとか無我だとか、まあ、悟りもそうですけども、そういった事柄も、まあ、それ自体が実体だとか実在だとかいうよりは、救いへの道を歩んでいくために使える、まあ、ツールといいますかね、道具としてそういうものを考え出したと考えてもいいと思いますね。まあ、ゴータマブッダ自体はそれは単なる道具と考えていたかどうかは分かりませんが、まあ、結果としてですね、まあ、そういうものでもあるのかなと。うん、まあ、そういうふうに考えた方が仏教というのが分かりやすいかなと思いますね。だから空とは何かとかって、これもう何十年も修行したってなかなか分かんないようなことですから、まあ、それが何かということを考えるよりも、まあ、基本骨組みはやっぱりそれなんだと。うん、適切な道を歩んでいくことで、救いへの道を、まあ、追求すると。まあ、それは仏教のあくまで骨組みなんじゃないかと、まあ、私はそう思っています。はい。うん。ただね、まあ、いずれにしてもですね、まあ、無我ですね。自分というのは実在しないんだと。うん。だから例えば、まあ、生まれ変わりがずっと続いていって、まあ、インドの考え方だと、まあ、それは苦しいこと、辛いこと、避けたいことなわけですね。うん。あるいは、まあ、それも辛いことだし、あるいはもう死んだらそれで終わりだと思うとしても、まあ、それはそれで怖いじゃないですか。で、そういうことで思い悩む。のに対して、まあ、ゴータマブッダは、いや、その自分という存在自体、また自分が存在しているということ自体が、幻想というか、まあ、間違った考えで、そもそも自分は存在していないんだと。実在していないんだと。だから、そういうふうな、自分が消えてなくなることも、ね、悩む必要はないし、まあ、ずっともう先苦しんでいくことも悩む必要はないと。うん、だって自分は存在しないんだから、存在しなくなったって同じじゃないかと。いうふうな、まあなんかそんなふうな話にもなってるわけですね。ただね、これは正直言って、まあ私、これは詭弁にしか聞こえません。正直。うん。ただ、いや、それは詭弁じゃなくて、実際そうなんだということを納得するのが悟りなんだということなんでしょうけども、まあそうだとすると、まあ私はなかなか悟れそうにないですよね。うん。これ例えば、ロシュフーコーなんかでも、いや、それはそんな風に考えることで死の、恐怖から目をそらしているだけだと、まあ、ロシュフーコーなんかだったらそう言うでしょうね。うん。だから、まあ、別に目をそらしたって、まあ、私は別にいいと思うんですけども、まあ、ロシュフーコーだったらそう考えるだろうし、まあ、そもそも私は、あれですね、自分という存在が実在でないとも思ってないんですよね。うん、で、テーラワーダ、まあ仏教にもいわゆる大乗仏教、まあ最近はまた、まあ南伝と北伝という言い方があるんですかね。まあそれと、まあ日本のいわゆる大乗仏教と、あとテーラワーダという、まあ仏教ありますね。うん、で、このテーラワーダの流れにも、自分という、まあ子としての存在、まあこれに対応した何か、
まあ、実在のようなものがあるという考え方もあるんですね、うん、で それはいわゆるプトガラと呼ばれるもので、まあ、これがまあ私自分自身というのに当たるものですね。で仏教のだからその主流派からするとそれは本来の仏教ではないと言われるわけです。まあ異端みたいなものだと見なされるんですかね、うん、だからこれに関してはね、まあ、仮にそれはね仏教の中で異端というのかな、まあ、異端的な立場だとしてもね、私はねその主流の仏教の方がそれは間違いで、そのプトガラがあると考えるまあ異端的な立場の方が私は正しいと思うんですよね、うん、まあそういう意味で仏教もね、もう一つね私はそのまんま支持するってわけじゃないんですよね、うん、ただね仏教にとってもそういう本質的な問題もそうなんですけど、本質的でないと言われることもあることに結構重要なこともあるわけですよ。例えば仏教だと一応輪廻転生というのを一応そういう世界観が一応バックボーンになっていると。で、まあ、まあカルマについてもね、まあ、因果応報ということもまあ考えられるわけですね。で、まあ、これは別にあの仏教者に言わせればそのことが本質なんじゃなくて、輪廻転生があろうがなかろうが なかろうが、その悟りによって、まあ、救われていくと、まあ、それこそ適切な道を歩むことでこれでいいという状態になっていけるということが重要なんだ と、まあまあ言ってる、まあ、そういうことを言ってるんだと思います、でまあ、実際それが本質なんだと思いますけれども、でも本質的でないとされる、まあ、輪廻転生生まれ変わりですねとか、まあ、カルマはカルマ因果応報は、まあ、それは本質でないといったら語弊があるのかな、まあ、とにかく輪廻転生は必ずしもあの本質でないとされるんだけれども、だけどもある種 それだとその仮に生まれ変わりなかったら悪いことをしたまま、ね、その罰せられずに、ねその人生を終えたい人はそれちょっとダメでしょうと、その公正じゃないでしょうと、フェアじゃないでしょうっていう話になるわけですね。逆にいい人が不幸なまま人生を終えることもあるわけで、フェアじゃないと、うん、だからそういうフェアネスのためにやっぱり輪廻転生っていうのは、まあ、要請されることだし、そのことはまあ、仏教の本質であろうがなかろうが重要なことだと思いますね、うん、だからまあ、これ因果応報とはまた別ですけれども、キリスト教の方面でもカントなんかが、まあ、カントはクリスチャンかどうかっていうのも、まあ、いろんなことを言われてるんですが、まあ、キリスト教の文化圏の中で、まあ、生きてきた生まれ育ったそのカントが、カントを考えとしてやっぱり最高善は実現されるべきだと、でこのそのために魂の節が要求される、魂は死なない永遠に生きるということが要請されるということを言ってるんです、うん、これはまあ最高善というのは最高の道徳的な状態ですかね、とそれに見合う最高の幸福な状態、まあ、これが最高善 として、まあ、最高善である、まあ、最高善としてでは必要なことである、その実現のためには、まあ、最高の徳なんてこう有限の時間でとても、ね、実現しそうにないですから、やっぱ魂は永遠に生きるしかない、生きないとそれは実現しえないということで、魂の節が要請されるということを言ってるわけですね。だからこれもこういう要請されるということに関してはちょっと通じるものがあるかなという気がしますね、うん、ということで、まあ、仏教というのもね、やっぱその本質的でない部分というのも重要だなと。これだから骨組みだけがやっぱり宗教って、骨組みだけが重要ではなくて、やっぱそういった、まあ、死を増せそういうと語弊があるかな。まあ、とにかく、骨組み以外の枝の部分も、やっぱ結構重要だなということは思いますね。はい。まあ、そういったことについてもね、また、まあ、いろいろとね、話していければいいかなと思いますね。はい。うん、まあ、ということでね、今回の動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました、また、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。